生方町スクランブルナイトハロウィンスペシャルエンディングでーす。イエーイ、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン。生方町商店街からハッターさんを迎えしました。ハッピーハロウィン。恥ずかしい、可愛い、超恥ずかしい。ております、違う自分に変身できるハロウィンナイトということで、何でもありですよ、今日は。畑さんから自らつけたんですか。そう、ちょっと恥ずかしいけど、ベリーキュートでございます。どうも、お疲れ様でした。はい、今夜はですね、片町キララから初の開催となりました。はい、片町、2015ね、はい、ハロウィンイベントですね。ハロウィンイベント行われたわけですけども、うわー、もう畑さん大盛り上がりですね。まあ盛り上がりましたね。ねえ、すごいいっぱい人が来ましたね。来ましたね。いやー、こんなに盛り上がると思わなかったですね。寒いけど。もうエンディングなんて早すぎますね。早いですね。あっという間でした ね。仮装されている方も本当にたくさんいらっしゃいまして、もう番組しながらも、もう目で追いかけてしまうんですよね。楽しい、すごく楽しいです、見てるだけで。小さいお子さんからね、はい、結構の年配の方も、そうです、ね、ちょっと家族で仮装とかもね、いいですよね。仮装方もいらっしゃったので、いやー、これはもう毎年恒例のイベントになりそうですね。もうあのキララができましたから、もう何でもできますから、雨が降ろうが何がしようが、うん、あ、そうですね、安心してできますから。大丈夫ですね。クリスマスも何か考えてるんですか。いやー、なんか商店街いろいろ考えてるんですか。これからイベントもね、目白押しですからね、楽しみで、フラッシュモブみたいな感じで、あ、そうですね、参加型っていうの、うん、いいですよね。いいですよね。あとですね、ツイートが来てまして、はい、ありがとうございます。花毛の森さん、先ほどゲストで登場していただいたんですけども、花毛さんは何に仮装してるの。あ、花毛さん CD いつ出すんでしょうか。あ、生ライブスタートということで、はい、ありがとうございます。参加していただきました、ありがとうございます。今日はあの SNS などにね、片町キララのね、皆さん仮装したお写真もたくさんアップされてるんじゃないかなと思います。 Facebook なんかをね、開くと、あ、この子もこの子も、あ、この子も行ってるんだみたいなね、はい、なんかちょっとせっかくならコンテストとかやりたいですね。なんかこう皆さん頑張って仮装してこられてるので、いい投票とかね、ベストドレッサー賞的な感じですかね。怖いでしょうみたいなやつとかね、かわいいでしょうみたいな、インパクトあるでしょう、かわいいでしょう、畑さん優勝できるかも。ちょっと気持ち悪いかもしれない。自分で見えてないから余計怖いな。そう、そしてあのハロウィンスペシャルのイベントの今日、土曜日は初めてになりますかね、はい、片町スクランブルナイト、ね、はい、外からの初の生配信、はい、公開生配信ということで、いかがでしたでしょうか。いや、本当に寒い中ご苦労様でした。ね、あの帰って風邪ひかないように気をつけて。やっぱ私たちもいつもスタジオだと、はい、あの目の前にお客さんがいないので、はい、こうね、反応がリアルタイムではなかなかわからないんですけども、今日一緒にね、あのハッピーハロウィーンって言ったらね、ハロウィーンで答えてくださったり、その場でね、スペシャルゲストとしてインタビューさせていただいたんですが、そうです、そうです、急にあの手を引っ張ってきてもね、ノリノリで答えていただいた皆さん、本当に感謝です。みんなでなんかこう番組を作ったぞっていう感じがしますよね。うん、すごい楽しかったです。ライブ感がすごい楽しかったです。皆さんのおかげで、はい、はい、片町スクランブルナイトハロウィンスペシャルも、はい、大いに盛り上がりました。はい、初の試みでしたが、またやりたいですね。はい、やりたいです。ぜひこういうイベントは続けていきたいなと思います。はい、さあ、今後も片町キララからたくさんのイベント、そしてたくさんのキラキラ輝く情報をお届けしていきますので、皆さん片町キララチェックチェックしてくださいね。はい、そして詳しい情報などは片町商店街のホームページや、また、片町キララのページ、はい、またフェイスブックなどでも随時告知していますので、そちらを見てください。さあ、あっという間の2時間ということですが、京子ちゃんどうでしたか。本当に楽しかったですよ。もうあの
外のみんなと一緒にこの喋りながらできる、私もちょっと割とよそ見がちだったんですけれども、それだけ楽しいことが目白押しで、そんな皆さんと一緒に時間を過ごせたのは本当に嬉しかったです。あやちゃんはどうでした？はい、私もこう学園祭に参加してる感じの、ね、あの頃の、あの興奮を思い出せた気がしました。でなんかこうやって普段はね、会っても多分すれ違うだけの皆さんかもしれないですけど、今日はこうハッピーハロウィーンってこう掛け合えたこととかもすごく楽しかったし嬉しかったですね。はい、はい、その学園祭という表現はぴったりかもしれないですよ、ね。社会人になってもこうハロウィンのパーティーに参加することで、あの青春時代のこう甘酸っぱい記憶が蘇りますね。あったでしょ？あ、まあ、ね、大昔あの頃が思い返すのはワクワク感がね、あればいいのかもしれません。さあ、ということで片町スクランブルナイト、来月も11月、はい、配信があります。そしてスタジオ、11月はスタジオからの配信となります。そして12月はクリスマススペシャルになるのかな。またイベントも盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。詳しい情報、片町の、ホームページや、また片町の Facebook のページからも情報随時発信していきますので、皆さんぜひチェックしてください。さあ、片町スクランブルナイトハロウィンスペシャル、そろそろお別れの時間に、なります。最後は皆さんハッピーハロウィーン、ハロウィーン、はい、お別れしたいと思います。夜の片町はこれからだぞ。はい、キララにいる皆さん一緒にお願いします。さあ、ということで今夜は私富由加子と道下彩香と今村京子がお送りしました。片町スクランブルナイトハロウィンスペシャルでした。せーの、ハッピーハロウィーン。片町で楽しい時間を過ごしてください。ありがとう。